バックが控えめになってるんですか。そうですね、ちょっとまた取り戻していきたいなと思うんですけど。別に自分の中で控えめにしてるつもりではない。でもちょっと前よりは徹底選考にはこだわってないかなと思うんですけど、はい、うん、それやっぱ決まり手とか見たら、うん、またちょっと取っていきたいなと思う感じですね。まあ無理くりはないけどみたいな。そうですね、うん、しっかり緩んでればちゃんと、うん、まあ、見るレースはしないって感じですかね。一応2場所前からちょっとシューズ変えて、ここ豊橋、はい、ちょっと成績悪かったんで、うん、シューズの感じは好きだったんですけど、ああちょっと成績がいまいちなんで一回戻してみようかなと思って。今回、はい、うん、前のやつに戻す。そうですね、うん、またじゃあそれで初日様子見てって感じですか。そうですね、はい、うん、それで成績良かったらもう新しいシューズ。そうですね、うん、まあ、実際ね使ってみないと分かんないですもんね。こんなこればっかりはね。戦ったことありますか。ないですね。ないですか、ね、結構こっちも最近長い距離行ってるんで、客室は出し寄りですけど。あ、そうなんですか。はい、出し寄りですけど、うん、結構最近意識的に長い距離行ってるという感じなんで、油断したい。はい、ね、もうミッドですから件数順に並ぶんで、1番車、はい、1番車ってことでね。だから準決勝になるとちょっとワクワクこうなってそういう感じになってます。特選もね、特選メンバー来るんで、まあ、こんな感じですね。はい、はい、お願いします。お願いします。